今日からですねドラゴンクエスト8空と海と大地と呪われし姫君、こちらスマホ版をやっていきたいと思います。はい、私は初めてやったドラクエシリーズがモンスターズのテリワン SP だったんですけども、その後ねドラクエ5と6をクリアしまして、もう全部めちゃくちゃ面白かったんですよ。なのでまたね新しいドラクエシリーズやりたいなと思ってたんですけど、この8の空と海と大地と呪われし姫君っていうこの盛りだくさんな感じ、このね欲張り満腹セットみたいなタイトルにすごい惹かれまして、もう絶対面白いだろうなと思ったので、こちらね初見プレイでやっていきたいと思います。はい、またスライムナイトとかね出るかな、キングスライム、ビッグアイ、ハッサンとかね、楽しみですね。はい、私はねスルメという名前なので、主人公の名前もねスルメにしたいと思います。始まりました。結構グラフィック綺麗ですね。待って待って待って、私はこの子知っている、知ってるよ私この子、トッポちゃんでしょ、トッポちゃんでしょ、かわいい。テリワン SP で出てくるんですけど、めっちゃかわいいのにランクが SS で最強のランクなんですよ。トッポちゃんめっちゃ強いんですよ、こんなにかわいいのに。もうこれがね SS ランクの走りですよ。やっぱ違いますよね、走り方も SS ランクは。かわいい。まあ私持ってないんですけどね。誰だこのおじさんは、誰誰誰、ハンギョドン、あびっくりした、かわいい。あもうポケット入るの、え待って、かわいいかわいい、え主人公だ。おい兄貴、もう射程がいるのか。こんなところで油を売ってるとすぐに日が暮れちまうでゲス。早いとこ町に行きましょうや。足はパーッと飲み明かしたい気分でガスよ。切り株に座ってんのいい感じですね。あ、待って、樽がある樽。あ樽の壊し方がリアル。ガチじゃん。あ、綺麗だね。お花とかもあって。あ、なんか5と6はドット絵だったんでまた違った感じ。いいね。しかしほんと何度も言うようでガスが、兄貴がこのおかしなおっさんの家来なんてね。私この緑色のおっさんの家来なの、マジ。ま、圧死にしたところで兄貴の子分になったわけっすから人のことは言えんでガスが。いや悪口だぞ、誰がおかしなおっさんじゃ。まあ良いわ、下船の者にはわしの気高さなど到底わからぬということじゃな。かわいい、なんかちょっとフォルムが似てるんだよなこの二人。そんなことよりスルメ、姫はどうした、姫の姿が見えぬようじゃが。え、姫いるのここに、マジどうした、さらわれた姫、スライムかい、む、兄貴やったりますか。スライムが現れた、お、なんだこれ、あ、なるほど。攻撃。あ、でもこれバッチリ頑張れていいのかな。勝手に戦ってくれるみたいな感じですね、きっとね。あ、いいね。おぉ。頑張れ。あ、いいね、いいね。やったー。ふむ、驚かされたが弱っちい奴らでよかったの。あんた戦ってないけどな。そんなことより姫じゃ、わしの可愛い一人娘のミーティア姫は無事か。待って、こいつの娘ってことは大丈夫か、ちゃんと可愛いのか。でも名前はめちゃくちゃ可愛いけどね、ミーティア姫って。ん、お、あれにおったか姫、ミーティア姫。え、この馬さんが姫なの。さて馬姫様もお戻りだし、日が暮れぬうちにそろそろ出発した方がいいでガスよ。え、私馬に仕えてんの。おいおい馬とはいえ姫に馬車動かさせんなよ、いいの。え、なんかいいね、このほのぼのとした感じ。なんか最初から馬車があるっていうのもいいし、なんかさ5も6も主人公ちょっと青ベースだったんですよね。なんか
青系の色だったんで、なんか今回オレンジとか赤とか暖色系な主人公なんでちょっと新鮮ですね。なんかめっちゃ曇りもくもくしてるけど大丈夫？なんかあったのかな。かわいいアンガス。お、着きましたね。なんだろう、キャンプファイヤーでもやってんのかな。めっちゃキョロキョロしてるけど、あら、ニコッとした。目を合わせてくれない。あれ、なんか話してますね。あ、これがモクモクの正体？どうしたんだろう。キャンプファイヤーではなかったですね。でも確かに言われてみればすごい綺麗な気がするこの馬。ふむ、着いたようじゃな。わしの記憶に間違いがなければ確かこの町のはずじゃ。この町のどこかにマスターライラスと呼ばれる人物が住んでいるはずじゃ。ちょっと待ってくれよおっさん、あっしらが追っていたのはドルマゲスってやつじゃなかったでがすか。そうじゃ、憎きはドルマゲス。わしらをこのような姿に変えたとんでもない性悪魔法使いじゃ。え、あ、そういうことか。じゃあこのトロでもさっきの馬姫のミーティア姫も本当は人なんだけど、そのドルマゲスに変えられたってことね。ってことはさ、ヤンガスもそういうこと？ヤンガスは違うか。一体あいつめどこに姿をくらませてしまったのか。一刻も早くあいつめを探し出しこの忌々しい呪いを解かねばならん。でなければあまりにもミーティア姫が不憫じゃ。いや本当にそうだね。確かにタイトルの呪われし姫君っていうのがもうミーティア姫なわけですね。せっかくサザンピーク国の王子と婚儀も決まったというにドットルマゲスのやつめ。というわけでするめ、早速じゃがライラスなる人物を探し出してきてくれぬか。オッケー、では頼んだぞ。わしはここで休んでいるからな。あ、なんかこのカメラマークで視点だけも変えれるみたいですね。なんか改めて見るとさ、やっぱ馬姫様綺麗じゃない。美人だよね。美馬だね。じゃあ兄貴行きますかい。オッケー。ここはトラペッタの町だ。騒ぎだけは起こさんようにしてくれよ。はーい。うん、どうも気になるな。いえ、実はこの前おかしな人がこの町に来たんですよ。道化師の格好をしてるので旅の芸人かと思ったんですがね、妙に凄みがあって。あの人まだこの町にいるのかな。待って、壺がある。ご壺おりゃおりゃ。いいね。あ、おじいちゃんいる。おじいちゃん、おじいちゃんはね、何でも知ってっから。これで2度目かの火事で友人を失うのは。1回目はわしが30歳の時じゃったか。あんたらも火の始末だけは気をつけんといかんぞ。はーい。あ、火事だったんだね、あのうち。まあ確かに全焼してたもんね。あ、教会あるじゃん。めちゃくちゃ立派。この間この町に火事があってのじいさんが一人焼け死んだんじゃ。えっ、はて、あのじいさんの名前は何と言ったかの。ちょっと待って、それがライラスさんとか言わないよね。うん、そんなわけない。考えすぎ考えすぎ。あ、井戸があります。何、人を探してる？だったら酒場にでも行って聞いてみるんだな。井戸に入りたい。おお、あ、すごい、やった、入れた。あ、待って待って待って、初宝箱パカ。おお、川の盾をゲットしました。装備しよう。やったー。あ、入れないんですね。わしゃ見たんじゃ、あの火事が起こる前の晩じゃった。ライラスがあの道化者と言い争いをしとるのをな。お前はまだそんなことをしとるのかと、ライラスは偉い剣幕じゃったの。もう風
確定じゃん。消されたんじゃないの、ライラス。あ、やばい、もう棚がリアルだからさ、めっちゃガチなんだけど、なんかガチで盗っとじゃないこれ。ちょっと盗っと感がすごいな、リアルだと。なんかドット絵だからさ、そんなに気になんなかったんだけど、なんかこんなにグラフィックいいと完全に盗みだよねって感じしちゃう。布の服もね、装備させましょう。あった、これっぽい。お、酒屋っぽいですね。仕事の後の一杯は格別だな。ところで俺に何か用かい？ん？人を探してる？たくテンションが下がっちまう。人生でも戦いでも何より大切なのはテンションだぜ。テンション、テンションが高ければ普通の攻撃だって呪文だって格段に強くなるんだ。とにかく戦いになったらためるを選んでテンション上げていくしかねえぜ。あ、そうなんだ。バイキルトみたいな感じかな。つい最近この町で火事がありましてね。それがあなた放火じゃないかって。いやはや物騒な話ですな。もう絶対消されたんだよ。口封じだよ。あら、見かけない顔ね。この町の人じゃないでしょう。連れてるネズミみたいな動物はあなたのペットなの？うふ、かわいいわね。ネズミみたいな動物、ネズミではないってこと？まあ、ハムスターかな。ハムスターなのかな。へえ、トーポって言うんだ。トーポちゃんよろしくね。あ、トーポっていう名前なのね。トーポっていうモンスターじゃなくて、もうトーポっていう名前のハムスターなんだ。てかハムスターなのかもちょっとわかんないですけどね。へえ。全く情けないわい。ルイネロといえば知らん者が占うほど名の通った占い師じゃったのに、今じゃ酒に溺れる毎日で占いなどちっとも当たりやせん。はて、待てよ。占いが当たらなくなったから酒に溺れ始めたのじゃったかの。樽を割りましょう。このめっちゃバニーちゃんの前で堂々と樽を割ってますけど。ルイネロじゃん、噂の。ルイネロさん、もうやめにしないかい。悪いけどこっちも商売なんだ。あんたの当たらない占いなんか一杯の酒代にもなりゃしないよ。なんだと、わしの占い当たらないだと？もともと占いなど当たらなくて当たり前なのだ。わしが先日の火事を占いで予見し止めてたとしよう。しかしそれが何になる？そのことが次の災いの種になるかもしれんのだ。ルイネロさん、言ってる意味がわからないよ。もし火事が分かっていたら少なくともマスターライラスを救えたんじゃないのかい？ライラスか。あの老人とはよく喧嘩をしたものだ。まさか死ぬとはな。なんだ、わしに何かよ。あ、ん？お前さんたちちょっと顔を見せてみ。むむむむむ、これは。ん？大変だ。怪物が街の中に、怪物が入り込んで。それは大変。なんだと？とにかく来てくれないか。もう大騒ぎで。スライムかな。なんじゃ今のは想像し練習だわい。ところでお前さんたち何の話だったかの。おお、そうだったな。お前さんたちの顔を見てわしがムムムムと言ったところまでじゃったか。しかしさっきの騒ぎでやる気が失せてしまったわい。わからないのか。商売だよ商売。ああいう風に言うと占ってもらいたくなるだろう。そういうこと。なんだね、さっきの聞いた？怪物だって本当かしら。私がやっつけるから任して。お姉ちゃん、ありゃ一体どうした？こりゃ大変だ。兄貴走るでゲスよ。兄貴急ぐでゲスよ。どうした？え、なになになに。あー、違うのよ。うわ、こっちを見たぞ。キャー、なんておぞましい顔なの。出て行け、化け物はこの町から出て行け。あー、かわいそう。あ、石投げないでよ。こんなか弱いのに。まあでもしょうがないか、この見た目だと。あ、ミーティア姫。化け物は出て行け。かわいそう。やれやれ、ひどい目にあったわい。なんか話も聞かないで石投げてひどいよね。一体わしを誰だと思ってるのじゃ。人を見た目だけで判断するとは情けないの。人は外見ではないというに。全くその通りだ。うんうん、
マスターライラスジャが見つけることはできたかな。見つけてはないんだけど死んじゃったんだよね。なんとすでに亡くなっていただと。むむむむむ。ふむ、亡くなってしまったものは仕方がないの。ポジティブ。もともと我らが追っているのはわしと姫をこのような姿に変えた憎きドルマゲスじゃ。マスターライラスに聞けば何かわかるやもしれぬとそう思ったのじゃが、やはりドルマゲスの行方はわしらが自力で探すしかないようじゃな。では行くとするか。お待ちください、お待ちください。実はあなた方にお願いがあってこうして駆けつけてきました。お嬢さん、あんたこのわしを見ても怖くないのかね。夢を見ました。人でも魔物でもないものがやがてこの町を訪れる。そのものがそなたの願いを叶えるであろうと。人でも魔物でもない？それはわしのことか？あ、ごめんなさい。まあ良いわ。見れば我が娘ミーティアと同じような年頃。そなたわしらのことを夢に見たと申すか？よくわからぬ話じゃが。あ、申し遅れました。私は占い師ルイネロの娘、ユリマです。ああ、さっきの酔っ払いの。どうか私の家に来てくれませんか？町の奥の井戸の前が私の家です。待ってますからきっと来てくださいね。可愛い子に来てって言われたら行くしかなくない？なんでゲスかよ、あの娘っ子は。えらい！このわしを見ても怖がらぬとはさすが我が娘ミーティアと同じ年頃じゃ。ここは一つあの娘のために一肌脱いでやろうではないか。よし、つるめ。町の奥の井戸の家じゃったな。お前行って話を聞いてまいれ。どうせね、一肌脱ぐのは私なんだよね。わかってるよ。ん？わしか？わしと姫はここで待っておるよ。また騒がれても厄介でな。まあ、それはね、わかる。それはしょうがないね。ちょっと二人でも外に置いとくのもちょっと不安だけどね。さっさと解決してきましょうか。井戸の前なんでここですかね。あ、ここさっきね、鍵閉まっていけなかったの。お、入れた。え、寝てんの？呼んどいて寝てんの？あ、本当に来てくれたんですね。なのに私ったらうたた寝なんかしててごめんなさい。結構早めに来たけどね、さっき頼まれてから。実は頼みというのはこの水晶玉のことなんです。で、もしかして話が急すぎましたか？もっと頭から話した方がいいですか？あ、ぜひお願いします。そうですよね。では聞いてください。かつて私の父ルイネロはものすごく高名な占い師でした。どんな探し物も尋ね人もルイネロにはわからないことはないと。しかしある日を境にその占いは全く当たらなくなってしまったのです。多分それはこの水晶がただのガラス玉に。何を話してるんだユリマ。その水晶玉に触るなとあれほど何度も。ん？あんたは確か酒場で会った人だな。まあともかくだ。わしは別に困ってない。娘に何を頼まれたかは知らんが余計なお世話だぞ。さてわしはもう寝る。ユリマ、客人には早々にお引き取り願うんだぞ。ごめんなさい、あの父で。でもあんなこと言っても占いが当たらなくなって一番悩んでるのは父本人だと思います。だからお願いです。父本来の力が発揮できるほどの大きな水晶を見つけてきてくれませんか？こんな初めて会ったばかりの私が。まあいいけどね。え、引き受けてくれるんですか？やっぱり夢のお告げ通りだわ。そのお告げによると町の南、大きな滝の下の洞窟に水晶が眠っているそうです。こんなことがわかるなんて私はやっぱり偉大なるルイネロの娘ですよね。まあ可愛い女の子についていくと大体トラブルに巻き込まれるっていうのはね、しょうがないことですね。ふむふむ、そういう事情があったとはな。え、えらい！なんと親孝行な娘じゃ。わしは感動したぞ。しかもルイネロというものが本来の力を発揮すれば見つからぬものはないそうじゃな。これぞ一石二鳥というわけじゃ。うまくすれば憎きドルマゲスの居所がわかるやもしれんぞ。確かに。しかし今夜はもう遅い。わしと姫はもうこりごりじゃから今後は町には入らんことにしたが、スルメらは宿屋に泊まり明日の影響を養うがよいじゃろう。オッケー。かわいそうだね、なんか宿屋にも入れないなんて。おはようございます。よく休まれましたか？昨夜は暗くてよく見えなかったのですが、お連れの小さな老人は町の外に置いた馬車の中で寝たみたいですね。え、何その報告。では行ってらっしゃいませ。いや、気づいてたんなら入れてあげてよ。おー、
すごい袋も、わ待ってめっちゃ手突っ込んでんじゃん。やだなんか、やだな、なんかコソ泥みたいなんだけど。今ねこの女の子が教えてくれたんですけど、この真ん中をね触ることによって、ほらすごくない？めっちゃ自分視点、主人公の目線でね見れるみたいです。すごい。よし、じゃあ出発しましょう。なんかこのオートでね走ると勝手に走ってくれるらしいです。視点だけ変えるだけでいいみたいなんで楽ですね。お、来た、あ、スライムだ。いったれいったれ、いいね。あれじゃない？奥に見えるわ、なんかでっかい滝。